夏はあっという間に過ぎそうだ。1日150円ずつ増えていくからね、どんどんお金も貯まる。260円、50円足りない。鎌、斧かな、進化させたことないの。収穫まだかな。あ、やばいやばい、20回までしかかけれないからね。よし、足りた。ふう、疲れた。じゃあ俺寝るから野犬来てるね。収穫はまだです。ここはやっぱ直さなきゃダメか。じゃあ今日は仕事すっか。ね、できれば働きたくないんだけど。マインクラフトとかでもね、全自動なんとか系大人気だもんね。何もしなくても金だけ入ってくるって最高だと思わんかね。多分これラストじゃないかな。6匹いくともうひよこも生まれなかったような気が。400円、よし、トマト買いに行くぞ。何曜日曜日感覚すらねえわもう朝起きて水まいて寝るだからさ、仕事が今日日曜日だったわ。やーべえね、曜日感覚がないよし、お願いします。魚釣って300円で売れるはずだからね、売りに行こう。ゴミが1匹は間に合わしたいな。オッケー、おー、間に合った間に合った。何買ってくれ。
よーっと。よし。これでね、トマト2個買えるね、明日。これで OK 雑アイテム変えるのめんどくさいんでね、また明日な。夏は全然雨も降らないね。日課日課オッケー、ね、ということで1日200円にランクアップ その分餌やりがめんどくさいね全自動餌やり機みたいなやつないかな。こっからさらに牛の世話が増える予定だから。さあ買いに行こう。別にトマトとトウモロコシが悪いんじゃないんだけど、同じ作物育てないと成長出荷がめんどくさいんだよね。ということで、残りは全部トマトで。さあどういう配置にしようか。スプリンクラーまだないしな。準備をしよう。クワーよ、ハンマー、おら、これちょっと伸ばすか。いらこれガイドオンとかにして、ガイドオンだったら今これ自分がどこに置こうとしているかが表示されるとかだったら便利じゃない。お昼、まあ、当然だけどね、 RTA だとね、朝起きて一番初めにやることは寝ることだよちょっと楽しいね。朝起きて一番初めにすることはね、ベッドに入って寝ることっていう。このゲームのクリアって何なんだろう。結婚か。結婚は人生の墓場とか、結婚はゴールじゃなくてスタートだってこともあるけど、ちゃんとしたクリアまで行ったことないんでね、実はどこがクリアかよく分かってないんだよ。よし、足りた。ああ、今日働いたな。どうしようか。ここかな。秋は作物がそもそも届かないのかな。スプリンクラー持ってたらね、ここくっつけて200ゴールドだよ。よし、あとは水やって終わり。久しぶりに夜まで仕事したわ。急に音楽なくなるの寂しいな。
真ん中どうせ取れないから水やる必要ないんだけど。そろそろ収穫できると思うんだが。真ん中はもうこれ以上水やれないからな。もう初めから無視して全然 OK だね。昔はね、この真ん中、7個にして真ん中に入って真ん中でスプリンクラーやってたんだけど、最終的に移動の手間考えてね、6個分しかね、通路にしちゃうんだよね、真ん中を。まあ、収穫収穫。多分そろそろだと。はあ、ギリギリ足りそうだね。スタミナも足りなくなってきた。オッケーオッケー、足りた足りた。まあ、足りたんだったらついでに。よし！おお、結構危なかった。イベントだ。イベントじゃなかった。鳥が飛び立つだけだった。うん、邪魔だ。1個50円だからね。実際卵って50円だったら1泊ぐらい下手すりゃ買えちゃうよね。餌を出せ、餌を。そら農家の人もね、餌とか生まれた卵が自動で回収できるシステム作るわな。だってめんどくさいじゃないですか。まだか。トマトがなるのは明日かな。水やりがめんどくさすぎ。道具屋が作ってくれるの何だったっけ。スプリンクラーかな。まあ、釜強化とかね、クワ強化、クワ強化あったっけ。釜とね、釜はあった覚えてる。9マス一気に枯れるようになるんで、牧草狩りが超楽になるんだよ。働いてる働いてる。一番儲かるのはね、増えたあの鶏を売りまくることなんだけど。今ね、1日4とか5とか買い場が減っていくんで、31どんどん回収していかないと。なんか壊れてるな。まだいいんだけどね、そろそろ怖くなってくるね。
どっから入ったんだ。ちゃんと埋まってるよな、わからんな。2467、多分もう終わりのはず。まあ忘れてるんでね、試すけど、これ乗ってるよねすげえずれてるけど、今はちょっとこの水やるだけでいっぱいいっぱいなんで。さあ俺いつから街に行ってねえだろう。もう曜日感覚もないよ。全然トウモロコシできませんよ。トマトってそもそも夏にできるの？よくわかんねえや。イチゴとかは春だよね。これ嫌な予感がですよね。さあどうしようか、どこが原因で入ってきてるのかよく分かってないんだよ。これもまだか。よし、寝よう。俺は日が降りたら働かんのや。そろそろもう10日経とうとしている。木曜日、ね、さあまだか。今日ねさらにトマトを2個分買ってこようと思うんだけど、スタミナがやばいね。こうなってくると全部に水をやってで、貝歯も刈るともう持たないんじゃないかな、スタミナが。まああと2位ぐらいまでかな、できて。まあ貝歯は刈らなくていい日もあるだろうし。おお、もうスタミナがやばいわ。ほら
倒れちゃうよ。昼前に可能な限り。昼飯食ってちょっとは回復するからね。まあ最悪温泉に入りに行けば、よしよし、ちょっと回復。うん、いい感じ、いい感じ。多分ね、マックスだったはず。この辺からね、鶏を売りに行かないと。トマトをあと2つ買ってもう種は終わりかな。これ以上はね、俺の体が持たない。体は1つしかないからね。収穫まで長すぎんよ。体力持つか。もう真ん中は水やらない感じで。昼飯食ってるから250円だよ。ギリギリか。もう無理だなこれ。体力の実をね、もう一個手に入れれれば。もう、意味のない真ん中とか水やってる余裕ないわ。結構ギリギリだね、ほんと。ラストじゃない？ほら終わった。2回あ、もうこれ以上増やせない、作物。雨降らねえかな。ほんと。夏はずっと晴れだな。1日250円ずつ増える。6匹だったような気もするんだけどね。まあ、7匹目のひよこいるし、多分あの卵が消えてひよこが増えないはずなんで、それが確認できたら、間引きましょう。ドナドナしましょう。やった！初収穫！いやー、うまいー。これで800円じゃ。やっぱりね、農業やってて一番嬉しいのはね、金が入った時だな。金金金、農家として恥ずかしくないの。これで800円の儲けね。あの300円ので種使ってるから500円儲けた。やった。そこの上の買い場ももういけるね。
やっぱ金やな。一番大事なのは金や。これでもう来年の祭りはね、超贅沢祭り。昼の回復を挟まないとこれスタミナ足りなくなるから、やっぱ結構カツカツだね。ご畑作っちゃうと、やっぱさ、一人でできることには限界があるよね。まあ、別に嫁さんもらっても嫁さんがしてくれるわけじゃないんだけどあ、水尽きた。もうこれ以上はね、ちょっと増やせないわ。体が持たん。ふぅ。今から鎌狩るんだけど、これ大丈夫か？持つか。はあ、ギリギリ。やべ、一発のミスすらギリギリやね、ほんま。1050円、うめえ、うめえ、金うめえ。よし、ギリギリ。いやあ、これからね、これから毎日トマトを取ろうぜって。二日に一遍ぐらいだったかな。ずっといっぱい出荷できるんだ。お金を貯めねば。10日経って、現在420円ね。あ、金は明日振り込まれる。さあ、ね、ここから残り20日間、ひたすらお金を貯めよう。終わる頃にはね、牛も購入して1万円は余計に持っときたいね。家も増築しなきゃいけないんで。さあね、明日からはお金のなる日だ。行くぞ。